ーしそうですか。オーバーです。オーバーですか。いい匂い、そのいい匂いがする。本当に綺麗だね。あれ、100均のやつか。写真と、うん、あー、すごい匂いするな。よいしょ。すごいよだれが出てきた。これは梅味噌。うん。梅味噌つけたね。うん。ああ、これもすごいいい匂いだな。梅と味噌のこの匂いたまんないな。そいつ味噌なのね。あ、味噌じゃない、梅なのね。作ってた中にいるやつ。出ない。おいの出てこい。お、すげえ。梅酢もしかして中から出てくるの、うん、ねえ。すごい梅の匂いと味噌の匂いがすっごいよだれ出てくる。シソの匂いも。本当にね、梅と味噌だけなのこれ。お砂糖は入れなかった。砂糖なし。うん、お砂糖を入れるのを最近まで知らなかった。あ、お砂糖入れるんだって。砂糖を入れると、あ、でも味噌のあ梅のあれは出やすくなるのかな。うん、その梅酢が出やすくなるっていうか、多分砂糖がね、水分とか誘導するのかな。わかんないけど。すげえいいです。すげえ、めっちゃ温まっちゃってる。さっ、先ほどの大葉と梅と、あ、お豆腐いいね。本当は、うん、豚肉、あの薄いやつにでーってやってくるくるくるって。それうまそうだな。して焼こうかなと思ったんだけど、うん、豚肉買ってくるの忘れた。じゃあ豆腐で同じタンパク質だ。大丈夫。どうかな。ひとまず。楽しいよこれ。辛いかな、少ないかな。味噌の色これだから分かんない。うん、辛くはないな。もうちょっと入れる。
つかこのね、匂いがね、たまんない。よし、入れて。豆腐が来ました。うん、どう思ったらいいのかわかんないけ。うん、一個一個のるわけにもい。おうん、見た目がなんか見た目がね、でもまあ多分ね、味は絶対いいよ。これやっぱりさ、やっぱこうやって味は絶対味は絶対いいはず。絶対この方がいい、うん、はい、どうぞ。はい、食べていいのこのまんま。 いただきます。とりあえずこれで食べてみようかな。いただきます。うん、めちゃくちゃうまいよ。うん、これたまんないよ。あ、生姜入れてもよかったな。と、まず来るのは梅の酸味が来て、その後に味噌のしょっぱさと味噌の味が来て、最後にシソの香りと一味の辛さが口の中に広がる感じです。すごい、なんつったのかな、立体感のある味なのでなんせこの程度のレポートしかできませんが、めちゃくちゃ美味しいです。残暑のきつい時にこれビールと一緒にたまんないですね。うん、これはうまい。ちょっとね、この梅味噌を作るっていうのとがちょっと面倒ですけれども、もし機会があったら試してください。